こんにちは。こんにちは。いてまいチャンネルです。よろしくお願いします。喜ばれる営業設計師の林です。よろしくお願いします。ですね、最近まあ僕らのいろんな経営者仲間とかでも、はい、まあ、売上が、まあ、飲食業をやってる人も何人かいるんですよ。はい。はい、まあ、あの前回の動画で、あのそのチラシ、そのデリバリー始めましたとか、持ち帰り始めましたみたいなチラシのね、あのお話とかちょっといただいたんですけど、はい、まあ、結構僕らの仲間もやっぱこう、あの飲食やってて、まあ、緊急事態宣言とか、あのマンボウとかね出てて、まあ、夜8時までしか営業できへんとか、はい、まあ、アルコール出せないとか、はい、っていうので、まあ、売り上げ本当ね、もう 激減してて、激減しますな、はあ、で困ってるからっていうので売り上げ上げなあかんっていうので、まあまあ、そのなんですか、持ち帰りとかデリバリーとか始めてる人間もいるんですよ。あの仲間もおるんですけど、まあ皆さんチラシをね、はい、売ったりとかして頑張ってるんですけど、はい、まあ、それによってやっぱお客さんも、あの今まで来てくれてなかったお客さんがデリバリー頼んでくれたりとか、はい、まあ、持ち帰りで弁当持って帰ってくれはったりとかっていうのもあって、多少売り上げには貢献してるみたいなんですけど、なかなかカンフル剤になってないとか、はいはいはい、でまあまあ言ったら、まあまあそれって戦術じゃなくて、なんだ、戦術か、うん、まあ言ったらもう一つの技の一つみたいな感じですね。そうですね、うんうん、まあ、なかなか根本的な解決になってないですよ。まあ、コロナやから大変やっていう、まあ、うんうん、あの状況でこう特別なのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、言ってもこれね、すぐにこう多分状況変わらないと思うので、うん、まあ、続くでしょうな。そうなんですよ。まあそのコロナとかもそうなんですけど、うん、結構市場環境が大きく変わって、はい、そこから、まあ、再度持ち直して、うん、まあ、もう一度こう V 字とかで回復したりとか、はい、まあ、元の、ね、売り上げ戻したりとか、さらにこう営業のして、あの売り上げ伸ばしていかなあかんっていう会社いっぱいだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、その辺の考え方って言うんですか、はい、についてちょっとね、あのヒントになるようなものがあれば教えてもらいたいなと思って、はいはいはい、そうですね、はい、まあ、これややこしい話なんですけど、はい、よくあの戦略と戦術っていう話を出る、はい、ああそうなんですよね、分からんですよね。いや僕らも多分ね話しててこれ戦術戦略みたいな、ね、時ってありますもんね。まあ、分かりやすいと戦略って言ったら、まあ、方向性の話、はい、まあ、見えないものなんですけど、はいはい、で戦術って言ったら、まあ、手段なんで、はいはい、戦略をどうやって達成するかっていう、あ、やり方の一つみたいな、うんうんうん、はい、そういう話で、まあ、僕はいつも迷いそうになったら西向け、西に行こうっていうのが戦略で、はいはい、西に行くために車で行こうの車が戦術かみたいな、こんな思い返しをしていつもこれどっちかなみたいなのやるんですけど、はいはい、まあ、実際これはあった話で、うん、整骨院さん、ね、整骨院ね、はいはい、はい、あって、でこう結構昔からやってらっしゃったんですけど、うんうん、そこにね、実は田舎というか、まあ、滋賀の方なんですけど、はいはいはい、の上の方ね、北の方なんですけど、ね、はい、整骨院やってらっしゃって、大きなショッピングモールができたんですよ。はいはいはい、田舎でできるじゃないですか、いきなり、あ、できますね、ボーン、はいはいはい、でね、田舎の人車持ってるんで、はいはいはい、みんな行くんですよ。そうですよね、週末に結構まとめ買いしに行ったりとかみたいなね、何気なく車で通勤してる人も多いんで、都市部に比べると、そうそう、電車網がそんな発達してない、ね、インフラがね、発達してないから、はいはい、皆さん、現車とか、はいはい、車も家に2、3台あったりなんかして、うんうん、ね、非常に家族分ね、そうそうそう、はいはい、あるんですけど、そこをね、そのできる時から、できてから、もうものすごくお客さん減ったと。患者さんが、あ、そのショッピングモールに流れ人の流れがで、うん、そっちへ行っちゃったって感じですか。で、はい、チラシ巻いても全然来ないと、はい、ということで、ちょっとそのチラシ作ってる印刷会社さんからのご紹介で、うん、こうチラシどうですかみたいな話あったんですけど、はい、話でその先生と話してると、どう考えてもチラシのせいじゃないと、はいはいはい、でショッピングモールできたっていうのは明らかに見てると、そのできた年から落ちてるんですよ、本当に、うんうん、こう右肩下がりってるんですね、はい、でこれなんか手打とうと思わへんかったですかって言ったら、いや、いろいろ考えたんですけど、うん、みたいな、で結局あれ、うん、そのしのごのしてる間にこうなりましたみたいな感じで、はいはい、ショッピングモールの中にあれなんですか、成功店みたいな、そうそうそう、なんかとか、医療のちょっとコーナーがあって、あ、医療モールみたいなのが中に、うん、あって、はい、それでそういうことにもあれば、でテモミンとか、ね、あ、
ああいうのも、簡単に結構あの肩こりとか腰痛とかをこう、そう、はいはい、もみ、あ、別にあの柔道整復師とか資格を持ってる人じゃなくて、整復師のあのはあるんですけど、はいはいはい、その手もみとかもできてて、あ、なるほど、気軽に行けるようなね、そうそう、そういう人たちも前拾ってたみたいな、はい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 、でそれが全部ね、はい、行ったと、あの電気当てくる人だけとか、はいはいはい、それも全然来へんしっていう話 でその時にここで問題なんですけど、これチラシを変えるっていうのはこれ戦術なんですよ、はいはいはい、だから戦術でもうどうしようもなりませんでという話になりました。なんでかって言ったらもう人の流れが変わってんやから、うん、戦術変えようが来ないでしょと、うん、でだからどうしようもって言ったらこれ戦略で方向性変えましょうと、はい、いう話になりまして、ここで戦略で何やって言ったら、そこで絞ったのはその腰痛だけに絞ったんですね、はいはい、腰痛だけ、うんうん、あ、もう腰痛い人だけ、うん、腰痛、はい、他もやるんですけど、はい、売り出し方はもう腰痛専門の、はいはいはい、とかで一番先生に聞いたら腰痛が一番僕は自信がありますっていうことだったんで、じゃあ腰痛専門だと、で腰痛が引き起こすいろんなこととかをね、うん、悪い二次的な要素、頭痛になるんやとか足がしびれてくるとかもあるんですけど、腰痛になる要素もあるし、腰痛をほったらかしたら腰だけじゃなくて他も悪くなりますよとか、いろんなデータ集めて広告を作ったんですけど、それで広告を発信して腰痛専門の人だけを来てもらうようにして、うん、ちょっと売り上げを、まあ当然他拾ってたとこまではまだ戻ってませんけど、やって急場をしのいだというような事例があります、うん、でこれが明らかに戦術じゃなくて戦略を変えたわけですけど、はい、この変え時があるんですね。で皆さんね、広告打った、ネット広告した、はい、Google マイビジネスやってみた、うん、もう全然売り上げ上がらへんわって言ったら、ひょっとしたらこの視点が変わってるかもしれませんので、戦術じゃなくて戦略から見直す可能性が必要なんじゃないのかなというものはあるとは思うんで、はい、その辺をまた一回見直す際に考えてみてください。なるほど、まあ、どうしてもチラシとかね、うん、そういうあの広告とかね走りがちになりますよね。ガチなんですけど実際違うよと。なるほど。あのよく見た事例でもう一個、あのよく飲食もそうですし、物を売ってるあの果物屋さんとかも、はいはい、あの生鮮食品の店なんかもショッピングモールできたら急にドンと減ったっていうケースが取られたと、うんうん、これ戦略的な見直しなんですよ、はい、下手したら大きな戦略で言うたらもう生鮮飲食店をやめようっていう話、うんうんですけど、いや飲食店で例えばもう果物しか置かないとか、うん、健康的なものしか無農薬のものしか置かないんだとか、うんうんうん、こう戦略的にでそこに八百屋じゃなくて健康を推進する店として戦略を取る、はい、なるほど。でそれでその戦術出していくっていうことを、まあ、皆さん飲むスムージーに入れる果物ばっかりに特化したりとかみたいな感じですかね、はい、で戦術は何かといったらそのスムージーをデリバリーするとか、あ、なるほどね、あの配るとか、あ、いい状態で、そうそう、まあ、色変わっちゃったりしますもんね、果物とか、うん、まあ、色変わらない、仕入れるのが得意なんで、うんうん、直接行きましょう、はい、それで例えばサブスクで月々契約していくとか、はい、なるほど、そんなやる、これが戦術なんです。なるほど。戦略はそのもう一つ前の段階になるんで、うんうん、こういうこともまたいるのかなと思います、はいはい、またそういうのも、うちこう世に似たケースなってんのちゃうのって、うんうん、であればまた、いつでも言ってください、はいはい、なんかいいお話できるかもしれません、はい、まあ、頑張っていきましょう。ありがとうございます。失礼します。